はい、皆さんこんにちは、こんばんは。ゆいの家インテリアグリーンシェフのコージャンです。今回もご視聴いただきありがとうございます。では早速今回のお題に入りたいと思います。今回のお題はどでかい大喜利ガジュマル丸坊主から15日後ということでお送りしたいと思います。それでは行ってみましょう。どうぞ。はい、まずこちらのガジュマルの紹介からさせていただきたいと思います。こちらのガジュマル、ただでかいだけではなく、名前の通り胴切りされています。はい、でこちらのガジュマルですね、土と鉢と若干の水分量を含みますけれども、総重量約23キロあります。そして、幹周りは普通地上部からですね 1.2 メートルまたは 1.3 メートルのところで測定されますけれども、こちらの 1.2 メートルのところで約29センチの幹周りあります。結構ですね、太い方だと思います。太いところの幹だと約35センチぐらいですね、幹周りあります。そして鉢底からの高さはですね、胴切りされてはいますけれども約151センチと、まあ、そこそこ大きなガジュマルです。まあ、普通ね、店頭または市販で出てる大きめのガジュマルって言ってもこれぐらいですよね。これでも結構大きい方なんですけれども、まあ並べてみれば分かる通りですね、火にならないぐらいですね、やっぱりでかいガジュマルになります。ところがこのガジュマル、これだけ大きいにもかかわらず、なぜか丸坊主になっています。はい、ではそこをですね考察しながら次行ってみます。どうぞ。はい、このガジュマル、なんで丸坊主なのというふうに思われる方たくさんいらっしゃると思います。そして、ご察しの通りですね、このガジュマル、もともとは枝葉が繁茂したガジュマルでした。そしてもともとからですね、胴切りされたガジュマルだったんですね。このね、極太の、そして、樹形も面白そうなガジュマルだったんですけれども、実は枝葉にですね偏りがあって、この面白いですね樹形になりそうなガジュマルの、バランスがですねどうしても取れていなかった、偏った、枝葉を繁茂させていたというような状況からですね、丸坊主にしたんですね。時期も良いということで2023年5月15日に、丸坊主にですね、されております。はい、全ての枝をですね総剪定しているというような感じですね。枝元からですね1センチとか、2センチの間でですね強剪定されているような感じです。今撮影はですね2023年5月30日ということで、丸坊主にしてから15日後なんですけれども、すごいですね、ほとんどの枝からですね、枝元から新葉が再生してきているというような感じになります。本当に何もない状態だったんですけれども、たった15日でですねここまで再生してきているような状況です。最近の、最高気温は28度前後、最低気温は20度前後、そういったような状況ですけれども、本当にですねほとんどの枝元から新葉が再生してきているというような状況です。そしてですね、葉っぱが何もない、今こう再生してきてますけれども、何もない状態からですね少々の水やりと、ほんと少々の水やりと、こういったですね植物育成用ライトを照射し続けてました。これがですね結構早い再生をさせてくれるらしいんですね。太陽光よりもこういった植物育成用ライトの周波数の方が、再生にはですね結構適しているということなんですね。はい、そういうことでですね照射しておりました。非常にですね、たった15日でここまで再生してはいるんですけれども、まあ本当にねやり直しがいくらでも効くんじゃないかというようなですね感じがしてまいります。ここから先ですね、1ヶ月後、丸坊主にしてから1ヶ月後、そして2ヶ月後、3ヶ月後とですね追跡していきたいなと思っているところです。きっとですね3ヶ月後ぐらいにはすごいですね繁茂したガジュマルになってるのではないでしょうか。はい、これからですね、そちらの方追跡していきますので、ぜひぜひですねこれからの追跡をですね楽しみにしていただければいいなと思っているところです。今回の撮影はここまでになります。それではですねまた会いましょう。バイバイ。